イスラエルは30日、占領地ゴラン高原への攻撃の報復として、隣国レバノンの首都ベイルートを空爆し、民兵組織ヒズボラの司令官を殺害したと発表しました。 イスラエル軍はこの空爆でゴラン高原への攻撃を指揮したとされるヒズボラのシュクル司令官を殺害したと発表しましたシュクル司令官はヒズボラの指導者ナスララ氏の右腕で軍事作戦の顧問を務めていたということですロイター通信は子供2人を含む市民3人が死亡したと伝えていてレバノンのミカティ首相は犯罪行為だと非難しました一方アメリカの国家安全保障会議は声明で イスラエルには自衛権があると強調した上で、外交的解決に取り組んでいると表明しました。